大学の授業の中でも特にアニメーションを作る練習で実際に学生がその作品の中で使ったりですとか映画ですとかそれからテレビゲーム、ドラマの特殊効果だとかそういったところで使っています。実際人間の動きってすごく自然というかリアルな動きをするんですけども、アニメーションのキャラクターとかあと映画に出てくるキャラクターってリアルであればいいわけじゃないじゃないですか。それをどうやってこう面白おかしく動かすかといった研究にも使っています。さすがにこの大きさで持っているところというのは日本の学校ではありませんし、いわゆる商用のスタジオでもなかなかこの面積を持っているところってのはないので、そういう意味で大学の中でも非常に特徴的な設備だと思います。